出発いたします。左側ご覧ください。白い建物、新金谷駅、そして大井川鉄道の本社がある建物です。大正14年に作られた登録有形文化財に認定された建物です。お客様、そして職員が手を振って見送っています。行ってきますと皆さんも元気よく挨拶をしていきましょう。うわ、すごい皆様。活躍した C11、312号という SL です。
Thank you.
とっても大きいですね。新型なのでよく小型と言われたりですね。まあそれでも全然ちっちゃくないですけどね。この円というも60ほどくらいの大きさがあります。中にはお水や石炭を入れるタンクもあります。このうちの会社ですと1日1往復の先生機を経由して帰ってくると75キロぐらいの距離を走ります。だいたい時間でいうと3時間くらい走る感じになりますね。石炭の量は1日で1トン、そしてお水は7トンほど使用します。SL の名はお尻の部分は箱型になっていて、そこに石炭がたくさん積んであります。またお水は終点の前線機でも少し足しますので、後でご覧になれるかなと思います。Thank you.
見えますが、そこに向かって何十匹も鯉のぼりが泳ぎます。
4月や5月に新芽が伸びてくるので、その頃は一番綺麗です。オレンジ色の絨毯といってもいい時ではないかなと思います。ただこの辺りの茶畑にはある特徴があります。これは扇風機が回っていることで、緑色の扇風機が見えると思います。この辺り、霜が降りたり霧が出たりすることがあります。この扇風機がノースモーカー、防ぐ霜という漢字を書いてノースモーカーと呼ぶんですが、自動的に気温が下がるとこの扇風機が回るようになっているそうです。そして霧の流れを変えると、霜が降りたり凍ったりすることがなく美味しい運転ができるんだそうです。大きな鉄橋を渡っていきたいと思います。2人は大井川が広がります。Thank you.
思います。左側、お家がたくさんありますね。高いところにお茶畑もあります。ここには布巻キャンプ場というこの辺りであるキャンプ場もあります。最近ゆるキャンプ知ってますか？漫画やアニメがちょっと流行ってますけど、ゆるキャンプ場のアニメですね。これ実際からまとめキャンプをしていて、作品の中にここのキャンプ場が出てきます。主人公が実際には乗らなかったそうなんですが、普通の電車で花屋駅から先生まで、そして先生駅から爆発的に乗ってくれたそうですね。なのでこの辺りに通って結構そのまんま向こうにはお茶屋さんやお家が並んでいます。今は道路ができたため向こうにもすぐ行けるようになりましたが、昔はもっと川の水もたくさんあって道路もなかったので、向こうには吊り橋を使わないと行けなかったんですよ。高いところが苦手だった人はどうやって行ってたんですかね。今は吊り橋もだいぶ高く減りましたが、今から吊り橋が見えます。今では残っている20カ所ぐらいの大井川の吊り橋の中で一番高いんじゃないですか。高さは220メートル、高さが10メートルあります。高いところに吊り橋が止まっています。
この水の少なさに驚く方が多いかもしれません。本来はもっともっと水かさがあるんですが、今はダムが途中途中にありますため、水の量はこんな感じで制限されています。先ほどちょっと水が今日は濁っていましたが、塩郷ダムというダムが一つありました。大井川は全長168キロある長さのうち、ダムの水の半分からあります。かつては暴れ川なんて呼ばれたこともあって、歩くや渡るにはとっても苦労をしたそうです。そして水の量が多く危なかったため、橋や船で動き込んだら川止めといって寸止めに
でに人がいる。左手側にお茶の資料館と言われます、茶名館という建物が見えます。
はヤブキタという種類がメインですが、最近ではオスキカリやツユキカリなど違う種類のものも作っているそうです。列車がゆっくりになってきましたね。この辺り大きく並んでいます。ここ山という集落があります。左の方、ごめんなさい、右の方には高校もあります。この辺りでは一番高速にあるところですね。出てる
が乗りにくい車両だったかもしれませんが、ご了承いただきましてありがとうございました。
お客様は一番前の扉からお降りください。